三方ヶ原の武田軍を突破し、濃姫と蘭丸は本能寺へ向かって一時も休むことなく走り続けた。度重なる戦いに生も根も尽き果てた二人がようやくたどり着いた場所、それは織田の家臣である前田家が拠点を構える静ヶ岳であった。ここは静ヶ岳。蘭丸君、利家と松に会いに行きましょう。きっと何か知っているわ。道の行方。姫様、よくぞ、ご無事で。松、利家は山崎の明智を討つため兵を整えておりまする。山崎、まさか濃姫様、山崎へと。そうよ、私は行くわ。ああ、なりませぬ。明智は危険な男。リルチオ様、刑事、濃姫様をお止めして。このまま進めば前田家の3人に遭遇します。まずは砦を落とすことが得策です。あいつは危険です。行っちゃダメだ。悪いけどここは通さないよ。誰かが悲しむ顔は見たくないんだね。私を止めるの待つ。いただきましょう。刑事、あなたたちでも容赦しないわよ。このまま進めば前田家の3人に遭遇します。危険な作戦だござる。準備はいかに。それがしは光秀を撃つ。濃姫様はここで待つと待っててください。明智のことは犬千代様にお任せくださりませ。いいえ、私がこの手で撃つのよ。松もバカ、何で意地悪するんだよ。意地悪ではござりません。山崎に行くなんてダメだ。友のためなら千里の一里ってね。へへ、楽しいね。へっ、えっちょ、力比べとしゃれ込もうか。我が殿をお守りするのだ。ランナル君、刑事、危なくなったら無理するな。やるせいかしら。あれ、今日は大吉だったのにな。犬千代様、刑事は一人で大丈夫でしょうか。心配しなくても大丈夫だ。怪しく崩れるそれがしと思うなよ。いただきます。どれほどの修練を積めばあれほどに。
これが眉毛に火がつくってやつか。いただきます。女だとて侮るな。いただきます。落ちたぞ。立った。あいつは危険です。行っちゃダメだ。ほら、この前田と重野、天下一の豪走、抜けてみろ。我が忠節、今こそ見せる時。お姫様、頑張ってる。お仕置きの時間よ、トシ。お前まで邪魔をするという。これも濃姫様を守るため。いただきます。武士の名、俺腹減った。よし、今が勝機、これを逃すな。いただきます。濃姫様、頑張れ頑張れ。蘭丸君は休んでなさい、あとは私が。どうしようよ。前田利家が妻、松にござります。さあ、お覚悟なさりませ。通しなさい、松。いいえ、行かせるわけには参りません。お仕置きの時間よ。ここまで来たのよ、お願い。今までの道のりを無駄にさせないで。私の役目はあなた様をお止めすること、あなた様を危険から遠ざけることにござりまする。なんとなりませぬ。ほら、焦りすぎよ。もっとゆっくりね。じゃあね。